ランニング専門 TV 整体師ゆうじょうです。本日は腸腰筋を鍛える方法をあなたにご紹介させていただこうと思います。本日の動画を最後まで見ていただくことによって、腸腰筋をしっかり鍛えることによってランニングの時に足を前に引きつける力が強くなって、ランニングのピッチが上がったり、より走りのキレが出ていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。以前の動画では腸腰筋を鍛える方法としてゴムチューブとかを足に巻いてももを持ち上げるようなトレーニングとかを覚えていただいたんですが、本日は物を全く使わずにでもももを持ち上げるよりもより効率的に腸腰筋を鍛える方法をご紹介させていただきます。腸腰筋という筋肉を知らない方のために腸腰筋をご説明させていただきますと、腸腰筋という筋肉は大腰筋という筋肉と腸骨筋という筋肉、2つの名前を合わせて腸腰筋と言います。で、大腰筋という筋肉は腰骨から股関節の前の付け根についている筋肉になります。で、腸骨筋という筋肉は骨盤の内側から同じ股関節の前の付け根についている筋肉になります。で、この2つの筋肉がぐーっと短くなることによってももを持ち上げるような働きがあるので、ランニングの時に最後蹴り出してから足を前に引きつける時により重要な筋肉になります。で、この腸腰筋という筋肉は足を持ち上げる働きがあるんですが、実は足を持ち上げるだけではなくて、この支えている側の腸腰筋が今度しっかり働くことによって股関節を安定させる働きもあります。実際に走っているランナーの方を見ても足を前に引きつける力が弱かったりとか、体を支えた時に股関節周りがグラグラしてしまっている方は腸腰筋が弱っている可能性が非常に高いです。簡単に腸腰筋が弱っているかのチェック方法として、片方の足を持ち上げて下ろす、持ち上げて下ろす、これをできるだけ大きな範囲で早く行ってみてください。この時に足がスムーズに素早く持ち上がらなかったりとか、支えている側の足がグラグラしてしまう方は腸腰筋が弱っています。こうですね、このような形でチェックしてみてください。で、もし足が素早く持ち上がらなかったりとか、支えている股関節がグラグラしてしまう方は腸腰筋をしっかり鍛えていく必要があります。で、実際に腸腰筋を鍛えていくとなった時に、腸腰筋は腰や骨盤の内側から股関節の付け根についていく筋肉なので、例えばももを持ち上げるときは腸腰筋が収縮して鍛えることができます。ただ反対に足を固定させたときは、今度は骨盤や腰が足に近づくような動きを行っていったときも腸腰筋が収縮して鍛えることができます。で、今回はですね、その足を固定させて体側を動かす腸腰筋の方法を覚えていただきます。で、この腸腰筋の鍛え方のメリットとしては、普通にもも上げをするよりもより負荷をかけられるので、もっと筋肉をつけやすくなるっていうところと、何も物を使わずに鍛えることができるっていうところにあります。では早速ですね、その腸腰筋の鍛え方を見ていただければと思います。はい、それでは腸腰筋を鍛える方法をご紹介させていただきます。まず仰向けに寝ます。そしたら両方の足を上に持ち上げていただきます。両手を上に伸ばします。で、このままこの手を伸ばした足の方に伸ばしてタッチします。で、戻します。この手をタッチして戻します。で、この時腕を振り下ろすような反動だったり、首を回したりグッと曲げるような反動は起こさず、なるべく体をまっすぐのまま反動を使わずに持ち上げて、戻します。で、イメージとしては腸腰筋という筋肉はこの股関節の付け根についている筋肉なので、この頭や手の先から動かすのではなくて、この下腹部をしっかり収縮させる力を使って上体を起こすようなイメージで指先で足をタッチします。で、戻します。これを繰り返し20回行っていきます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。で、この時腹筋の上の方ではなくて、特に下腹部の方にしっかり効いていれば腸腰筋は鍛えられています。以上が腸腰筋を鍛える方法になります。はい、今の腸腰筋の鍛える方法を20回を1日3セット行ってみてください。最初下腹部のあたりがしっかり筋肉痛になっていれば腸腰筋にしっかり刺激が入っています。逆に上の方が筋肉痛になってしまっている場合は腹筋を過剰に使ってしまっているので、しっかり下腹部から引きつけるようなイメージで行っていただければと思います。
で、この腸腰筋を20回1日3セットが楽にできるようになれば、今よりも確実に足を前に引きつける力が強くなっていますので、ランニングのピッチが上がって今まで以上にキレのある走りになりますので、ぜひ試していただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。